じゃあ、ホクホク星なので食べましたよ。ちゃんとホクホク星向いて恵方巻き食べました。そう、いや、なんかさっき知ったんですよね、実は。あ、そういえばなんか今日みんななんかツイッター見てたら、みんななんか恵方巻き食べとるやんって思ったら、あのね、そういえば節分の日でしたね。リクエストは今年もするよね。しますね。ヨッピーとお話しして、ま、ヨッピ、吉川マネ、ヨッピー、吉川マネージャーさんと、2月にできたらいいねって話してました。やっぱそう、3月忙しくなっちゃうからっていう話してましたが、私がまだセットリスト完成できてなくて、今年知った曲もあんま、ほんと正直ないから、って感じかな。そう、吉川さんからね、まさかの話振ってきてくださって、今年も盛大になんかできたらいいなみたいな思っております。楽しみだね。おめめは、あ、おめめはでも今痙攣起きてる。でもなんかちょっとずつな痙攣していく頻度が少なくなってきてて、なってきてはいるけど、なんかそのなんて言うんだろうな、痙攣と思ったら震えちゃうから、なんかストレスと睡眠不足とか、なんかそういうのが問題あるらしくて、ちょっとそう今日も1時間とかで終わっちゃうから、そんぐらいで終わります。ブルーライトカットのメガネね、もう持ってるんですよね。伊達メガネはほとんどブルーライトカット。目が悪くて、悪いっていうのはな、視力とかじゃなくて本当に太陽の光とかに本当に弱くて、外の撮影とかある時は大抵ね、お目目開けれないんだ。うん、そうなんですよ。ゆくにはどんな筋トレやってるの？スクワットとかが多いかな。皆さんは恵方巻き食べました？逆にゆくりの動画また作って TikTok あげた。お花ちゃんありがとう、見るね。ゆくりのボブ何回見ても大事です。かりんちゃんありがとう、嬉しい。なんかアレンジが楽しみなの。毎回ボブ少ないけど、まあ、いろんな人のボブの写真とか見てやるのがすごい楽しみ。今日はちょっとワンカール、ちょっと結構割と内目に入れて、やっぱ髪短いとあれなんだよね、結構髪短いからこそちょっとのアレンジが結構だいぶ違って見える。そう、今年はホクホク製だね。みんなも食べた？おー、いいね。さっきね気づいたから、そういえばって思って SNS とかにあげなきゃと思って、だからさっきかっぱ寿司デリバリーして食べた。そう、10分、そう、本当にもうね、気づいたの8時過ぎとかだった、8時ちょっと過ぎとかで、もういろんなスーパーとか普通に8時とか9時とかに閉まっちゃうから、でコンビニもなくてギリギリでした。ほんと喋らずに食べきれた。はい、あのでもなんか本当に美味しすぎてうーんって言っちゃったんだけど、でもなんかめっちゃ美味しくって、意外とそうコンビニとかはほとんど売り切れてたからデリバリーしましたけど、え、あれって1本丸々食べるのに喋っちゃダメっていう意味なんかな。普通に一口に入れてごっくんするまでは喋らんかったけど、普通にあれ一本なんですか？じゃあめっちゃ普通に喋りました。てか毎年喋ってる。そしたら確か
わあ、あ、一口ごっくんで喋っちゃダメとかじゃないんだ。一本なんですか。一本丸々。あ、じゃあ普通に喋りました、めちゃくちゃ。おいしいわーとか言いながら一人で。でもみく毎年家族と一緒になんか食べてるんですけど、家族と普通になんか一口食べたら普通に喋りますよ。おいしい、食べ終わったよってね。えまあでもいいんですよ、楽しくなりますよ。しかも今なんかその出前館も Uber Eats もなんか9時みたいななんかやってて、今のところ2回当たった3と、20円引きとか、いつもと目元違うね。多分すっぴんだから。さっきお風呂上がりました。で、なんか恵方巻き食べるとか写真撮ろうと思ったから、髪だけアイロンかけて、すっぴんだから多分ね、いつもとちょっと違うんです。ヘアオイルはね、なんかメイクさんに教えてもらったの使ってるけど、普通に薬局とかで売ってあるやつだ。なんだっけな。でも私割と香りジューシーなとこありますね。鉱石さん、タワーありがとう。鉱石さん、タワー来たーってみんな教えてくれてありがとう。鉱石さん、お城ありがとね。1月ありがとう。タワーなかなか会えないけど、大好きだよ、だってなみなみますますだありがとうございます、ありがとうございます。やったー、嬉しい。ロシアからのご挨拶、ロシアに来る予定あります。ないかな。今日も声の調子が、そうですね、喋ってないので。インスタのストーリー見てくれて、あ、鶴丸さんありがとう。足が冷たすぎてやばし、私末端冷え性なんで常に冷えてる。家ではでももこもこスリッパ履くようにしてるから割と大丈夫。ドライヤー乾かすの楽になりましたか。まあドライヤー自体はそうなんだけど、やっぱこの後ろのところとか跳ねやすいから、ロングの時は普通にドライヤーだけで済んどったんやけど、ボブにしてからは普通になんかアイロンしますね、その後。だから時間帯的には全然ボブの方が長いかもしれない。みくちゃんのために1曲歌ったんだけど DM に送れなかった。あらららら。でも私 DM あんま見てないんですよね。なんか見れてる人と見れてない人が多分いて、1日に来る量に追いつけてないから、全然見れてない、ほとんど。そう、まあ見てる時は見てるんですけどね、なんか500とか1000とか来たりするから、なんか見れてなく、ずっと見れてなかったら、頻繁に見てたら終える時あるんですけど、私結構 DM 来るから、なんか DM、 そうですね、割と大学生とか若い人たちはなんか SNS っていうよりも DM に送ってくる人の方が多くて、追えれない。いや、なんかその多分そんぐらい来てるっていうか、なんかマックスに到達しちゃうからプラス99ってなるんですよね。でプラス99見れてもまたそのプラス99があるから、あのプラス99ってなってて、その何件来たかっていうのは
何百件来てますっていうよりかはなんかプラス99ってなってて、で下まで到達してももう一回行っちゃうから、なんか全部は見れないくんですよね。だから DM は本当に一番最優先はしてなくて、あとはなんかこうなんで言うんだろう、 DM って私にしか見れないメッセージだから、ひどいことを送ってくる人とかも結構いるんですよ。だからあんま好んでは見てなくて、本当になんか知ってるファンの方とか、なんかちょっとも文字が見えたりした時とか、だから普通にあんま見てなくて、普通にツイッターとかインスタのを投稿したコメント欄を優先的に見るので、なんか多分誰にも見られたくなくて、ミクにそのDM を送りたいみたいな人結構いると思うんですけど、そういう方はもう本当にお話し会とかオンラインとかで来てもらって言った方が2人の空間だし、だから DM は本当に見てないんですよね正直。そう、だから Twitter のコメント欄とかインスタのコメント欄とかがほとんどで、メンションとかは結構見れるかな。でもメンションもなんか結構本当に卑猥な、なんて言うんだろう、あんま良くないものの載せてたりとかしてメンションしてる方とかもいて、あんま正直怖くて見れなくて、なので気が向いた時ぐらいにしかそのメンションとか見れないんですけど、自分は結構こうインスタとかツイッターとかのなんか安心できる場しかあんまコメントとかは見てないので、なんかミクに言いたいことあって DM 送ってくる人とかがいたら、普通に見れてないことの方が多いので、握手会お話し会とかで来てください。そう、ごめんね。そう、なんか DM はね正直あんま見れてないのよね。そう、DM もメンションも正直そんな見れてないから、私個人に何か言いたいことあったら本当にオンラインが一番いいです。はい。うん、初ワイン美味しかった。あ、タナベンがいるよ。タナベン、田辺さんいつもありがたいですよ。え、初ワインはおお、フルーティーで美味しかったですよ。めっちゃなんかワインの香りが昔ダメで、普通にも飲んで美味しかった。いいよ気にしなくて、見れなくて見れなくても気にしない。うわ好き、まあなたん今日追加のアルバム届いてる、やった、西尾さんやった。話し会ね、そう本当はね、もうそろそろある予定だったんだけどなくなっちゃった。気長に待ちましょう。ワインが似合うよね本当。子供だから似合わないと思うんやけど、でも普通に本当に美味しくって、でもなんかそのワインは飲んだことないって言ってたんですけど、その蜂蜜ワインっていう白ワインの蜂蜜バージョンは飲んだことあるんですよね。でもそれまたワインとは全然違う味で、蜂蜜だから、でも普通にそのワインとしてそのブドウのやつ飲んだのは初めてで、めっちゃ普通にフルーティーで美味しかったです。そのワインもなんかこう一個一個一本一本味が違うっていうじゃないですか。んでそれ飲みたいですね、味確かめたい。うちのセブンにミクリン出てきません。あれーなんで、それ待機しとかんといけませんよ。全国に出るんですから、それはミクが出るまで30分ぐらいまで待機しててください、レジの前で。不審者。ミクもう2回見ました。はい、2回見て2回も写真撮りました。2回しかコンビニ行ってなくって、
で2回ちゃんと見れて、で2回できましたもん。それかあの田辺さんあれがいいと思いますよ。ミクはいつもコンビニ1回行ったらめっちゃ爆買いしちゃうんですよ、家のお水とかいろいろ。だから本当に結構なレベルで爆買いして、もうレジのカゴを2つ分3つ分くらい爆買いして、そしたらその分レジにいる時間長くなるので、セブンイレブンでたくさん貢献していただいてレジの前にその分入れるので、握手会と一緒です。いっぱい積んでカゴにでレジまで持って行って、そしたらもしかしてミクに出てくるかもしれないので、これはもうあのループするかまとめ出しするかのどっちかだと思います。したらやっぱセブンイレブンさんも喜ぶと思うし、田辺もミクが見れる可能性確率が上がるので、ウィンウィンです。ウィンウィン、お互いウィンウィンやな。うん、でもループするよりもまとめの方がまあ可能性は高いと思われます。列車のやつで熊本行った、そう熊本列車のやつで熊本行ったけどすぐ帰りました。クライアントさん大喜び、バンザーイバンザーイ。セブンイレブンのおすすめな、はい、ミグね、この間本当に美味しいもの見つけてしまって、なんかすっごい野菜が食べたかったんですよ、今ダイエット中で。でなんかすっごいね、なんかね野菜食べたいなとか思って、でコンビニ行ったんやけど、なんかそのサラダチキンとかそういう気持ちではなかったんよ。でサラダも結構売り切れてて、うんって感じで、でなんかそのサラダの下にパスタ入ってるやつあるけど、なんかあんまり惹かれなくて、うんって感じだったんですけど、この間買ってみて普通に、でバジルのなんかサーモンなんですかね、サーモンとチーズみたいなの入ってて、バジルのそのでパスタが緑色のなんか麺で細麺で、それ食べたんですけどすっごく美味しくって、本当に何だろう、そうしかも結構冷たい冷凍パスタ的な感じのやつでヘルシーです。しかもパスタなのにサラダ入っとって、392キロカロリーとか400キロカロリーもなくて300台のカロリーだったんですよ。めっちゃいいって思って、そうバジルのめっちゃ美味しかった。バジルはずるい、そう本当に美味しくって、最近それにハマって毎日それでもいいくらいっていう気持ちくらい本当に美味しかったです。あとは普通に豚汁の中でセブンの豚汁が一番好きだから豚汁買ったりしました。うん、そう冷製パスタ麺すごい美味しかった、本当に。あったあった、食ってみるって、うん食べてみて本当に美味しかったです。うん、ピザもサラダのうち、何置いてるん。プクプクなっちゃうよ。そうセブンの豚汁すごい美味しい。うん、セブン美味しいもの多いよね、わかる。あとは結構私セブンイレブンで好きなの本当に増えて多いんですよ。あでも今カニカマにはもう飽きちゃってずっと食べてないかな。とろって夢卵、めっちゃ夢詰まっとるやん。ゆで卵や、噛んじゃった。ゆで卵はいつまで経っても割と食べれちゃうかな。もちもちさんタワーありがとう。もちもち、なんかもちもちと結構仲いいのにさ、いつもなんか名前呼ぶときさ、もちもちさんとかさん付けになっちゃったりするときあるわ。もちもちありがとう。そうなんかどんなに知ってる人でもたまに敬語になってしまう癖ある、わかりますか、職業病なのかなこれって。どんなに仲いい人でもなんか3にとかになっちゃったりとか、たまに敬語になっちゃったりしてたまに悲しまれる。そんなつもりはないんだよ。冷凍の肉まんを今から温めてくださいと言って、だいたい50分くらいレジ前にいることにします。やばすぎ。どういうこと、セブンの肉まん好き、わかる。え、で、あ、でも、え、待って、でも肉まんってどこも同じ？わかんない。あ、でもどこも同じな気がするよ、肉まんは。ゴロッと肉まんが好き。豚まんか。ゴロッと豚まんが好き。おっきい豚まんが大好き。味違うのかな？セブンイレブンで好きなものは、白餅たい焼き。これ本当に美味しくって考えた人、天才だと思います。あと、
とろっとゆで卵っていう黒いパッケージの方のゆで卵は最高に美味しいね。どっちも美味しいかな。でもゆで卵はいろんなコンビニの中で一番セブンイレブンが美味しいです。これ全然違います。本当にゆで卵は一番分かりやすいんじゃないかなっていうくらい味が美味しいです、セブンイレブンの方が。今なんでさ、やっぱコンビニでご飯食べることの方が多くって、ホテル泊まりだったりとか、やっぱそれでやっぱ分かったんですけど、セブンは格が違います。レベチです。セブンイレブンのゆで卵が一番美味しくって、逆になんかローソンとかファミマとかいろんなところにゆで卵置いてあると思うんですけど、あんま買うことないですね。セブンのゆで卵が一番美味しいかも。まあでもその人の好みによるんかな。ミクは結構セブンイレブンのゆで卵が好みです。の黒いパッケージのトロというゆで卵、あとそのバジルの冷製パスタのあのサラダ付きの方の300キロ台のやつかな。家で作る時間がなくて、本当にお仕事忙しくて、で家着いて自炊して、でお皿とかも洗ったりすると時間かかっちゃうから、もう今はほとんどお仕事場のお弁当持って帰るかコンビニになりますね。でも自炊はよくしてたんですけど、自炊の方がお金が結構飛んでいってて、そうそう、あと毎日自炊できるわけでもないから、その野菜だったりとか他の冷蔵庫に入れる食品とか腐っちゃったりすることあるんですよ。結構長時間東京にいたりすることとかもあって、だから結構ちゃんとラップしてなんか保管したりしてるんですけどね。結構もう賞味期限切れたりするのほとんどだから、そう、材料費が意外とかかるし、その材料分食べれるわけじゃないから、家族といる時とか、まあ、誰かメンバーが泊まり来る時とかはほとんど自炊してるんですけど、大人数の時とかは。でも一人の時はもう本当にもうなんて言うんだろう、気分、自分の気分が上がった時くらいにしかしませんね。本当にもう今全然やってないんですね。あ、昨日やったかな、昨日はやったけどしてないですね。そんな、うん、そう、一人だとそう、一人、いやでも一人だとそうなるっていうよりか、お仕事が忙しいとそうなりますね。一人でも作りたい派なので、どちらかというと料理好きだし普通に自炊したりするんですけど、なんかそういう時はこれ作ろうっていうよりかは、なんか好きな子のインスタとか見て、あ、お揃いのメニュー作ってみようっていう感じが多くて、あとは料理本普通に持ってるから、なんかツタヤとかで買った料理本見て、あ、これ真似してみようとかが多いですかね、うん、結構割と本当に家庭的なんですよね。でも最近は作る時間なくて全然作れてないですね、本当に。うん、なんかもう台所に立つ機会すらなくなってて、今台所に立つことって言ったら、なんか普通に朝コーンスープとかコーンポタージュとか飲んだりするから、普通にそれでコップとか使ったりするから、それで台所で洗い物とかでしかもう立たなくて、今作りで台所立ってないな、ずっと包丁とか握ってない、うん、時間ないですね、本当に。あとなんかそのスーパーとかも行けないので、今あんまり外に出たくなくて、本当にオフの日とかも特に、何か仕事の帰りとかにスーパーに寄るとかが多かったんですけど、今スーパーも早く閉まっちゃうしで作る時間がないですね、本当に。なんかいつもコンビニは24時間空いてるので、コンビニが本当に多い。スーパーで買い物して帰ろうと思ってもあれなんですよ、もう閉まってるんですよね、その時間には。そうで、お仕事朝から夜まであるのがほとんどなので、うん、作りたいって思っても作れないから、たまにメモしてる、うん、そうなんですよ。で、あ、そう、セブンイレブンの話してたよね。そうそう、冷製パスタ、あとね、結構あるけど、あとこれね、セブンイレブンのお菓子なんですけど、梅のハッピーターン、期間限定だから今あるか分かんないんですけど、東京いる時に見つけて食べました。めっちゃ美味しかったです。
あとカレーパン美味しいって言うけどまだ食べれてないですね。あとね、普通に肉まん美味しい。あとは結構あるんですけどね、なんかこういう時に限って思い出す。あ、はい、あと梅昆布の麦米のおにぎり、丸いタイプの、これをめっちゃ美味しいんですけど、私の家の近くのセブンイレブンのコンビニはそれが売ってあるの一回も見たことなくって、売り切れてるか普通にないかなんですけど、それめっちゃ美味しいです。本当に美味しいです、大好き。あと今はあんまハマってないし食べてないんだけど、カニカも普通に美味しい。あともずくも美味しい、コンビニしか買たん。あと今ホイップクリームのアイスクリーム普通に美味しかったです。で、知ってますか皆さん、私 TikTok のおすすめ流れてきたんですけど、コンビニで中華まんっていう、なんか抹茶かなあれのなんか肉まんみたいなね、中華まんが発売されるらしいですよ。でローソンかな、絶対食べたいと思って、そうおすすめに出てきたんですよ。ホイップクリームめっちゃ好き。え、本当ならそのセブンイレブンのホイップクリームのを好きにはたまらないっていうアイスおすすめですよ、棒アイス。ローソンのやつだやろうって、それ見ただって。え、そうめっちゃ美味しそうじゃなかったですか。私もそれおすすめ、そうみんな流れてるやん、おすすめに流れてきてめっちゃ食べたいと思ってるんだけど、多分まだだよね。これは罪レベルとか言ってたやつ。え、そう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 。え、持ってあるのかなローソン。え、絶対探したいと思って、でも結構売り切れ続出してそうで、めっちゃ人気ですよねきっと。そうそう、抹茶ショコラマン絶対食べたいんだよね。ないかな。もう3個食べたんですか。嘘、都会ですか。割とめっちゃ食べたくて。もう売ってあるのかじゃあ。え、そうですね、売ってなかったらあれできないか、載せれないか TikTok。 え、めちゃめちゃ食べたいのそれ。それでまた A は肉まん系はファミマ派。あ、違うんだやっぱ肉まんとかコンビニによって。セブン店員だからミクリンセブン大好きな、嬉しい。え、セブン本当に大好きで、逆にありがとうございますって感じ。ほんと抹茶ショコラマン人気すぎて発注できません。あ、本当？やばい、結構一回バズったらさ、うわー、なんかそういうのがバズる前に自分でそういうの気づきたかったわ。はい、ミクさんの手料理は大盛りですか。私はそうですね、大盛りです。結構なんか作り置きできる食べ物とかは本当に多めに作っちゃいます。一回だから自分が本当にこれ食べれるなって思う量がもともと大盛りなんですけど、でもこれは普通に作り置きとして冷蔵庫入れておけるなっていうものは、まあ、きんぴらごぼうとかそこら辺のは普通に結構な作りますね。洗い物一回一回するの大変だからめんどくさくて、チンすればいいし冷蔵庫に入れちゃうな。カレーもうね、わかる。なんでカレー、あんなにカレーって永遠に保ってるの。そう、でも3日ぐらい、2日かな、2日寝かせたカレーが一番美味しい。味が染みてて結構作った後ぐらいのカレーよりも3日後のカレーが一番美味しいとか言うじゃないですか。そうそう、3日の目の昼が一番うまいって言うじゃないですか。私はね結構2日ぐらいで限界かな。3日のカレーはなんかあんまりかな。カレーとかも1回に作ったら結構食べたいから、その1日とかなんかお腹すいたと思って普通に温めてカレー食べれるっていうのめっちゃ好きだからやるけど、匂いがさ結構部屋にさ、その台所がそのカレーの匂いで埋まっちゃうんですよね。それが私は結構嫌で、香りフェチなので常に家いい香りにしてないと嫌なんですよ。が常にこう家になんかいい香りのするものを振ったりとか、あとディフューザー買って結構もう家にもう5個ぐらい在庫というか代わりで置いてたりもするんですけど、そうディフューザーが本当台無しになっちゃうのよね。でも部屋に必ず2個くらいは置いて、
常にいい香りにしとかなきゃ気が済まないタイプなんですよね、うん、玄関用とお手洗い用とか。ファブリーズに頼りきです。まあファブリーズもいい香りするものはするけど、わかる。ストックソースをめっちゃ貯めてある。ディフューザー何の香り、前は白のサボンを置いてて玄関とかに。でもそのまあいいディフューザーはその分保ってくれるんだけど、匂い香りがなんだけど、私は本当に香りフェチすぎて、なんかそのなんて言うんだろう、お金が多分そっちの方で飛んでいっちゃうから、美味しいご飯食べれなかったりもするから、本当に今はもう節約して気分が乗った時にしか買いません。白とかそういうブランド物の香水は今はあのドラッグストアとかそういうところでも売ってあるから、別にそう薬局とかそういうスーパーとかで買ったディフューザーが多いかな。安いの普通に買っちゃう。300円、400円、600円、800円、そこら辺ので保ってますね、お花の香りの。でも白のサボンとか好きです。ディフューザーってそうプレゼントできないですもんね、そういうのね。わかる。あと値段制限ありますもんね。私のファンの人ってほんとすごいからさ、なんかそのいつもプレゼント何が欲しいって話した時、その1万円超えるものファンの人を送りたがるんですよ。だからこれ1万円超えちゃうから送れないって、みくりに送りたいなったのにみたいな人が多くって、そうね。あと研究生の子たちはプレゼント自体確かダメですよね。そういうのあるからね、嫌ですよね。確か私昇格した時めっちゃプレゼント来たもん。みくちゃんってアロマキャンドル好き？めっちゃ好きですけど、家にもアロマキャンドルあるんですよ。あるけど、なんか万が一そのアロマキャンドル落としてしまった時すっごい怖いから、全然お家でできないです。本当に怖いな。ちょっと安心できない、逆にその香りで安心みたいな感じにならなくて、ちょっと大丈夫かなキャンドルみたいな気持ちになっちゃうから、家にキャンドルずっと普通に置いたまま。そう、もしも落としたらどうしようって、私ドジなので思っちゃうんだ。1万円以内とかあるんだ。そう、あるの。なあれなんでのあるんだろうね。あまりの高額のものだとダメっていうのがね決まってるんだろうね、うん。ピーナッツ好きでしょか。好きですよ。なんかあんま昔はあんま興味なかった、興味っていうか美味しいってあんま思わなかったけど今好きです。カキピーとか、カキピーのピーナッツあんま食べてなかったんですけど、今はどっちも合わせて食べるからカキピーは美味しいっていう気持ちになりました。昔はカキピーの柿の種ばっかり食べてて、でも今はそのカキピーのピーナッツもあるからこそ美味しいなって思えるようになった。うん、そのパジャマあったかい、生地割と薄いのだから普通です。しかも短パンっていうか半ズボン、半ズボン、短めのズボンなんで全然ちょうどいい。でもお部屋が今26度に設定してあるから割とポッカポカ、26度で自動で設置してある、うん、静かか、静かに設定してある。うん、前髪増えた。前髪なんか増えた、増やそうと思って自分で増やし、めっちゃ前に増やしたけどね、そっから変えてないですよ。でも伸びました、正直。前髪切ってなくて、まあ伸ばしてるんですけど、これ前切った触覚なんですけど、ここは切ってないくって、今また触覚作ってるんですよね。ここを、この触覚をここぐらいまで伸ばしたくって、うんね、あと2、3、4ヶ月ぐらいしたら多分できるんですけどね、もう待ってます。前髪今日切った、自分で切ったん。前髪はね自分で切るときは切るけどね、美容師さんに怒られます。うん、未発達の触覚なのよまだ。そうなの、ゆうまくん。オーバープリントの洋服届くの楽しみ、ありがとう。ボブにして触覚欲しくなった。
いやー、なんだろうね。なんだろう、正直、顔がむくんでる時は欲しいね。HKT も TikTok してほしいな。HKT も TikTok してる子はしてますよ、結構。なんか、自粛期間中に、やっぱ私たちにやれることはないかって感じになって、で、やっぱ SNS をその時はね、やるしか、そこでしかファンの方との交流がなかったから、普通に HKT の公式の TikTok もあるし、メンバーが個人でやってる TikTok もありますね。お顔が細く見えるか触覚落ち。わかるー、欲しい。今日はおしゃべりだけ、今日おしゃべりだけかな。だけかな。ミクテン待ってる。あ、今流行ってるやつだ。いきまーすってやつでしょ。あ、めっちゃ可愛い。中毒性。可愛い。パパがオーバープリントの洋服頼んでくれて嬉しかった。あー、よかった。嬉しい。ありがとうございます。アムロ行きまーす。ミミミミミクリン。最近泣きっぱなしだからミクリンと話すのが嬉しい。おんくん、なんかあったんですか？どうしました？特に何で泣かれてらっしゃるの？嬉しい。配信で元気もらえて嬉しいな。触覚は顔細く見せる効果があるのか。顔をなんかちっちゃく見せる小顔効果がありますね。やっぱほら、こういう触覚あると、ほら、この分なんか隠れちゃうから、触覚で。でも私はなんかあんま触覚ない方も好き。 TikTok 更新楽しみ。ありがとう。結構みんなオーバープリント頼んでくれてる。ありがとうございます。明日タワレコ行くからミクリン見つけに行く。見つけてー。イベント延期でミクリンに、会えないのが寂しくて5回も泣いたわ。かわいい。そんな、ありがとう。確かに私も最近全然ショールームとかも返信できなくて、で延期になっちゃったりもして。やーん、いや、ありがとうございます。そんな、もう、夜眠れない時ミクちゃんのこと考えることある。もうそれ好きやん。それもうミクのこと好きやん。ありがとう、嬉しい。ねえ、もうせっかく久々に会えるチャンスだったのに。私も泣いた、だって。いやーん、俺も泣く。 好きやん。あんたもうちのこと好き。めっちゃ好き。大好きよ。本当に。月50会わないと少ない。50はもう30日ぐらいの超えてますね。どこの国にいらっしゃいます？どこの国？どこの地球？キュンです。キュンな。もちもち国です。 なんかめっちゃ平和そう、楽しそう、パンパカパーンってしてそう。現場の田中さん、はーい。みくりんほど好きになった人いないかな。だって本当に言っとる。嬉しい。みくも、みくもだよ。みくもそうだよ。みくもそうだから、なんかそうじゃなくなった時めっちゃ悲しい。豆はね、食べてないね。出会ってしまった君は太陽って感じ。お、歌詞にします、それ。ありがとうございます。どうしたら早く大人になれる？自立すること。やっぱ何でも人任せにすると、まあ頼るなとは言いませんが、まあ、できる範囲は自分でやった方がどんどん経験を積んで大人になっていくのではないんでしょうか。
経験の差だと思うんですよ、私、子供と大人の違いって本当に。だからまあ経験することはまあ大事なことではないでしょうか。うん、ネイル見せて、ネイル可愛いでしょ、なんかマーメイドみたいってファンの女の子から言われて、確かにと思った。でもね、フィルターかけててぼやけてるからはっきり見えなさそう。光かな、光、こっちがぼやけるんだろうな、きっと。こういうマイメイド系の可愛いですよね。よいしょ。うん、あれ、よいしょ。最近考えすぎたことありますか？考えすぎたこと、考えすぎるっていうのはあんまないですかね。なんか解決しないことを考えても自分の経験上病むぐらい、病んじゃうから、考えてもわからないことは考えないようにしてます。なんで生きてるんだろうって考えすぎることはある。それも病んでるの、病んでますよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。てかめっちゃ配信自体重くなっていってる感じする。なんで最近携帯重い、重いですか皆さん。今ミクの配信途切れてますか。あ、時々途切れますって。本当？大丈夫ですか。ファンが重いと配信も重くなる。うまいこと言うね。ちょっと重い、大丈夫、重い人もいるのか。そう、私もなんかちょっと最近カクカクになっちゃった。最近なんか携帯の調子おかしいんだよね。特に問題ないですか。私も治りました今、よかった。最近なんで重くなるの多いんだろう。そう、 Wi-Fi つけてても Wi-Fi つけてなくても重いんだよね。なんか通信制限とかでもないのに普通に重くなっちゃう。アプリ自体がいろいろ重いのかな。最近デリバリーとかも重くて全然できないんですよね。バレンタインデーにチョコください、あげます、受け取ってください。髪は軽いんですよ。髪だいぶなんかすいてもらって軽いですね。ミクリンを好きな2ヶ月が経ち、あら、まだ初期さんですね。新規さんだ。全然。これからよろしくお願いします。チョコにお酒入ってるのは食べれる？二十歳になって、チョコにお酒入ってるのまだ食べたことないから、それこそバレンタインの時に一人で買いに行くんですけど、いつも。その時に食べれたらいいなって感じですね。リキュール入ってるのとか絶対美味しい。ウイスキー入ってるのもありますよね。わかる。本当に、だから指原さんって言っちゃいそうだった。指子ちゃんがさ、あのさ、田中みな実さんと共演してた YouTube の第2弾のチョコのやつとかもうめっちゃ見ましたもん。3回くらい再生したかな。すごいな、ああいうのめっちゃ好きで、チョコレートが好きなのでめちゃめちゃ合う。全部美味しそうだったの本当に。そう、あのねさ、赤い白でコーティング、手作りでコーティングされたあのハート割ったらチョコが入って、あれめっちゃ素敵なんだけど、もうあれすっごい食べたい。でももう4日でも今日までかな、あ、違う、今日3日までか、3日か4日までで、確か明日か今日までだから、もうダメじゃんと思って、
てか東京行く機会がそもそも泊まる機会とかもないからいいなと思って、伊勢丹めっちゃ行けた。こないだ伊勢丹行ったのに本当にタイミングって思って。そう、でも一人でそれこそ博多とかに行ってチョコとか買えたらいいなと思います。博多は割といっぱいあるので代わりに食べとく。うらやましい、私にください。そう、だから博多一人で行って一人でいつもね、毎年バレンタインはもう昔はね100個以上作ってたんですよ、チョコレート、メンバーとスタッフさん方用で。だけども今年は、まあ、手作りとかもしなくなりましたね、この時期ご時世になって。だから、まあ、もらった人にお返しするっていう形が多くなったんだけど、毎年はそのバレンタインはもう去年ぐらいからかな、自分用に買って食べるようにしてて、自分用にゴディバとか高いチョコを買って食べるのがなんかそのバレンタインの幸せです。はい、いいですよ本当に。自分用に自分で自分自身を愛すという意味でも高いチョコ買って、その自分にお仕事頑張ってるね偉いねって言って買うご褒美が最高。うん、バレンタインにご褒美買うと嬉しいですよね。わかる、そうなのよ本当に、そうですよね。うん、手作りはもう1回目絶対失敗するから作らないって決めた。本当、あでもどうだろう、確かにお菓子作りとかってなんか大変ですよね。目分量が私分かんなくって、目分量は分かるか、なんかそのさ料理とかだったら目分量でなんか一回しとか書いてるのとかあるじゃないですか。そういうの大体、まあ、これに対してのこれはこんぐらいだろうっていうので分かるけど、そのお菓子は逆にその決まってあるじゃないですか、このぐらい入れましょうって。もうそれがなんかちょっと失敗しただけで、これまあこんぐらいでいいかなみたいな、ちょっとのその適当が入っただけでめちゃくちゃ失敗しちゃうから、逆にお菓子作りの方が好きなのに、お菓子作りの方が全然美味しくならないし、見た目も美味しくそうにできません。ドーナツ作ろうと思ってお父さんとドーナツ作ったらサーターアンダギーになりました。そう、なんかこんなにみたいな、すごいねシビア、すごい大変なのお菓子作りって本当に。だからお菓子作り上手な女の子は本当に憧れる、すごいなと思いますもん。私は結構割とちょっと適当な部分入ってるから、その噛んでいっちゃうわけですよ。だからなんかそのご飯作りの時とか普通に自炊する時は目分量とか、まあ、大体このぐらいだろうっていうのでできるけど、お菓子作りは大体このぐらいだろうっていう気持ちでやっちゃったらもうそこからもう地獄の始まりなのでダメです。シナモン先輩がめっちゃ上手、なんかでもメンバー結構上手な子多くって、自分で作ったケーキとかクッキーをメンバーにプレゼントしたりとか差し入れでくれたりとか、バレンタインの時期は毎年必ずメンバー誰かがケーキとかハルタン先輩とか作って楽屋に冷蔵庫に入れておいてくれてたりもしてたから、結構ねそういう女子の子多いですよね。そう、シナモン先輩とハルタン先輩はもうめちゃくちゃもうお店ってレベルで美味しい、美味しいし上手、みんなクッキーとか作るんですよ、女子ですよね。なんかそうなの、女子なのよ。で毎年その自分用に買うのが楽しみで仕方ないですね。はい、うん、生クリーム作ったことある？あるあるある、生クリーム作ったことあります。自分の家そのさクリーム混ぜる時の機械がなくって自力の手でやってました。うん、そう、黄身と白身っていうか分けるんですけど、卵白と違うので、そうお父さんと一緒に交代交代でやってて、そうでも私逆にそっちの方で慣れちゃって、そうずっとこう自力でこうやってやる。それはすごすぎる、だって手壊れる。そうめっちゃ手疲れますよ。
スプーンで混ぜるといいらしいです。うん、それ大変ですよね。やってました。チーズケーキとか作れたりする？はい、作りましたよ。つい最近3-4ヶ月前とかに作りました。マスカット買って、なんかその私の行きつけのお店があって、そこのチーズケーキがすっごい美味しくってね、普通のなんかなんて言うんだろう、そのチーズケーキのところお店とかじゃなくって、居酒屋的なお店なんだけど、で私はそこのチーズケーキが好きでよく行ってたんだけど、お店にめっちゃ昔から。そしたらその店員さんの方も私がよく行くから覚えてくださってて、で毎回その電話の多分もう声で分かるのかな、それかも田中って予約するからそれで分かるのか、チーズケーキ用意しときますって言ってくれるの。そんくらいもう結構通ってて、でそのそこのチーズケーキ手作りなんだけど本当に美味しいなって言って食べてたら、この間その店員さんがメニュー教えますから、これ簡単に家で多分作れちゃうと思うんでメニュー教えますよって言って、そうメニューレシピか、レシピを見せてくださって、そうそれ写真撮って、そうそれで家に帰ってそのレシピ見て材料買って作ったけど、なんかなんて言うんだろう、そのお店通りの味にはできなかったけど、まあ普通に自分好みのチーズケーキにはできました。レモン風味のチーズケーキが私は苦手で、どちらかというとホワイトチョコ系の甘い感じのが好きなんだけど、そこのチーズケーキはホワイトチョコを使ったりとか、結構なんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、レモンとかそういうのは一切入れてなくて、バニラエッセンスとかそういうなんかね、本当に美味しかったの。できたけど、でもなんかそこの店はレアチーズケーキなんですけど、なんかレアチーズケーキにするのが難しかったです。うん、チーズケーキ作ったりしましたね。そうケーキ作りとかめっちゃ大好き。そうなんですよ、超好き。うん、バスチーは好き、めっちゃ好きです。カカのバスクめっちゃ美味しいですよ。多分東京とかにもありますね。福岡だったら大名にあります。うん、6期生のオーディション落ちた、慰めて。あよしよし、運ですからね。ぜひ諦めないでいただけたら、それか他にね自分の好きなこと見つかるかもしれないし、ずっと応援してくださってたら嬉しいです。うん、ありがとうございますって。うん、ちかちゃん諦めません、かわいい、頑張るんだ。まあマーキュリー落ちて慰めて、カッコまで言ってる、やばすぎだろやけど良くなった、やけど、あれどこ行った、あった、めっちゃ良くなってるんですよね。まあまあ薬とか塗って良くなってはきています。そうちょっと消えかけみたいな、でもね完全に治るか分かんないって病院行ったら言われて、たださ、なんか薬を塗っとけばなんかひどくはならないって言われたので塗ってます。やけどの跡が消えるのに5年かかりま、え、逆に5年ぐらいかかっても治るんですね。へえ、かっこいい、ミクの首好きだ、本当？やった、ミクの首聞いていてくれてありがとう。ちょうどね結べるくらいには伸びたんですよ。うん、
うなじ大感激、うなぎアイロンでやけど、そう、あの見てください、ここの毛がめっちゃ短いんですよね。ここじゃないや、後ろのこの毛めっちゃ短くって、ここをなんかくるってするのにやけどしちゃいました。私のアイロンが全タイプ熱くなるタイプで保護されてないんですよ。丸くなってるんですけど、普通の巻きコテと一緒なのでジュッてやっちゃいましたね。しかも200度かな、200度くらいだったから、190、200度くらいでジュッていっちゃってやけどしちゃいました。ぜー本命な、うん、めっちゃ痛かったもん、本当にめっちゃ痛かったです。本当にやけどは結構なし死なれてるっていうか、割とやけどしちゃうんですけど、でもなんか本当に痛いどころじゃなくて染みる、なんかお風呂入るのも痛かったし、髪の毛ちょうど当たるからめっちゃ痛いんですよ、チクチクするし、寝る時もめっちゃ痛かったです本当に。そうだ、キスパワーパッドとか貼って、もうやけどのプロです本当に、いろんなところやけどしちゃう。まだここのこっちの手のやけども治ってないくらいプロに並んで、そうね、本当にかなり冷やしました、すぐ冷やしました。これはやばいかもって思って、うん、そうなんです。ビクリの唇が一番好き、可愛いです。お、私は矢作萌香ちゃんの口が一番好きです。ここがなくて、ここがなんかうんってなってるアヒル口がめっちゃ好きなんですよね。唇だったら萌えちゃんの唇が一番大好き、うん、なるほど、わかる気がする。そう、なんかうんみたいな口大好きなんですよね。なんかみたいなが私は好きなのでいいなと思う。私は割となんかこう上がるっていうよりもここ下がってるので、ここがうって上がってる子になりたかった。1時間で終わろうと思ってて、もう1時間経つのかな。あと1分で1時間です。お、1時間経っちゃうのか。スクショタイム、お、スクショタイムください。はい、お待ちください。どっちがいい、こっちの方が明るいかな。とスピンなので、うん、透明で、透明になっちゃいます。スピンだからどこにも載せないで、自分用にして、ランキング用も。13位はみんなミックさん、12位頭やばやばさん、11位はるみ、10位はともも、9位はゆみさん、8位はトロピカルピンク。7位は階段、6位はジージリモン、5位はブチさん、4位はサムソン、3位は金一のケンさん、2位は鉱石さん、1位はもちもちさん。ありがとうございました。多分もう1時間と
ちゃいましたよね。うん、ツイッターに載せてダメなのかな。だってダメ、恥ずかしいからダメ。いいよ、これだったらいいよ。このスクショだったらいいよ。ラブラブ。ユミさん付けやだ。本当いいの？ユミって呼んで。じゃあユミで。はい。皆さん本当に。今日もありがとうございました。みくりんに恥ずかしいという感情があったのか。私割と結構恥ずかしがり屋さんですよね。恥ずかしがり屋の意外と人見知りっていう感じです。意外すぎて、意外ですよね。意外とね、そうなんですよ。はい、じゃあバイバイ、おやすみなさい、またねー。